ただいまより本当の平和展記念公演を開催させていただきます。大変行楽日和の中、こうして本当の平和のためにお集まりくださいましたことを心より感謝申し上げます。まずはじめに、この度の主催日経文化振興会理事長兼正しい歴史を伝える会会長代行の工藤和輝より開会の挨拶をさせていただきます。日経文化振興会正しい歴史を伝える会を代表し、一言ご挨拶を申し上げます。我が日経文化振興会はこの国の歴史と伝統をしっかりと後世に伝え、また海外に移住した日系移民のためにこの伝統文化を継承し伝えていこうという趣旨で成立いたしました会でございます。同時に正しい歴史を伝える会という会は、本当の日本の真実、自分が不問題、戦争犯罪問題等々世界各国で倒されておりますが、そのような事実は一つもないのだ、そんな話はないんだと、そのしっかりとした歴史を伝えていくために作られた会でございます。下の方で展示会をやっております。我が会正しい歴史を伝える会のパネルもこの中にはございます。十分には問題は、今我々もこの世界で何としても捏造であるんだ、嘘であるんだということをしっかりと海外に発信し、先人の汚名を注がなければならない。そのために、今、全国各地、また、先ほどはイギリス・ロンドンの方でも、反住民運転が開催されたところでございます。今後も、東京、大阪と、全国で、このような会が開催されてまいります。そもそも、先の大東亜戦争というのは何のための戦いであったのか、その趣旨をお伝えしたく、本日本当の平和展というものを開催させていただきました。先の大戦とは、日本がアジアを欧米列強から解放するための戦いであった。二百数十年にわたり、アジアは欧米列強の支配下に置かれていました。その中で、私たちの先人たちは立ち上がり、アメリカに人類史上稀な核兵器というものを使われ、多くの一般国民が虐殺され、降伏するということにはなりましたが、目的は達成したのであります。アジアを解放したのであります。アフリカを植民地から解放する、その目的は遂行されたのであります。言うなれば、日本は世界で唯一の戦勝国である。そう思えてありません。また、今、憲法改正の議論も大いに盛り上がってきております。私たちの国は私たちの誇りと名誉をかけて新しい憲法を作らなければならない。そのための運動を今後も我が日経文化振興会は先頭に立って戦ってまいります。今このチャンスを逃したらおそらく憲法は改正できない。アメリカによって押し付けられたこの憲法を守っていく道理は一つもないんです。私たちは戦います。左翼がどんな防災工作をしても、左翼がどんな汚い手を使ってきても、何が何でも日本の誇りにかけた新しい憲法を作ろうではないですか。どうか皆さん、共に戦ってまいりましょう。本日は誠にありがとうございました。続きまして、
来賓の皆様よりご挨拶をいただきたいと思います。はじめに、頑張れ日本、全国高等委員会、香川県本部、藤沢武史会長よりご挨拶をいただきます。よろしく。あ、皆さん、こんにちは。私は手元在住の藤沢武史と申します。藤沢仁さん先生とは、今から3年前、立ち上げ日本という会に所属して、東京で 2回ほどお会いしました。まあ、その時挨拶はしなかったんですけど、今日初めて面接をいただきました。そういう形で、私も政治活動には少しは止まったつもりでおります。それで、今回、この従軍慰安婦問題についての今日の会だと思っています。まあ、今先ほど最初から言われて、従軍慰安婦というものはなかったんです。それで、そういう中において、慰安婦というのはあったということを、まあ、もう皆さんも、いわゆる軍に言わず全てあったということは、皆さんも知っていると思います。そういう中において、なぜこの韓国がこのようなことを言うのか、そして、なぜ日本がこのように貶められなければならないのかということは、嘘連想で貶められなければならないかというのは、それは、日本人の人たちが悪いんだ、だと私は思います。我々日本人が、ここに集まっている皆さんと同じような考えを持つ人が、大変だったらそういう問題は全然出てこないと思うんです。確かにこの談話、明和談話も悪いと思います。でもそれを助長するような日本の雰囲気は、それが悪いんだと私は思います。でも、日本の国というのは、その意味でも、本当はもう、この国がなければ、この地球というこの形すら存在しないのは、と私は思っています。この日本の国がなければ、この世界のアメリカも、それでロシアも、そういう国々は、私は、ないと思います。それで、今、日本の国を悪く言っているのは、とにかく、近隣諸国というの、韓国、それからシナ、それからロシア、アメリカ、いろいろその国が日本に対していろんなことを言うけど、それはその国々にいろんな事情があると思う。アメリカは日本に再び軍備を求められたくないというのが本来の狙いであります。日本に核兵器を求められたくない。そういうのがアメリカの本来の姿であります。その中において、その核兵器を持っている一番怖いのは、一番嫌がるのは今では中国であります。韓国はもうどうでもいいです。どうでも全ていい国ですから。そういう中において、私少し本を読みたら、こういうのが書いてありました。世界の最高の知性と言われる相対性原理の結社たる最高の科学者にして、哲学者なるアインシュタイン博士もこう言っています。世界の未来は進むだけ進み、その間幾度にも争いを繰り返され、最後に戦に使える時が来る。その時人類は必ず誠の平和を求めて世界的名手を挙げなければならない時が来る。この世界名手なるものは武力や金の力ではなく、あらゆる国の歴史を乗り越えた最も古く、最も尊い家柄でなくてはならない。世界の文化はアジアに始まってアジアに帰る。それはアジアの候補を日本に立ち戻らねばならぬ。我々は神に感謝する。天が我々の日本という尊い国を作っておいてくれたことをという。これ日本人が言ってないだけで、このアジアにユダヤの人ですよね。こういう人がこういうことを言っているんですよ。だから日本という国が今、シナや朝鮮半島の人たちが日本の国をなくそうと、それから日本人の中においても日本の国が嫌だという人もたくさんいます。そういう人は本当は出てきてくれたら本当はいいんですけど、出ていかんと、こういう日本の国においてはこういう状態になるんであります。だからそういう中において、我々が何がしたいかというのは、こういう日本の国が素晴らしいということが一つが分かったら、自分たちの家族、子供でも悩む、とにかく人に伝えると、ということを頑張ってやっていきたいと思っております。
どうかよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、新日本教育者連盟香川県支部森康子支部長よりご挨拶をいただきます。よろしくお願い申し上げます。皆様ありがとうございます。まさかと、突然のご指名でございまして失礼いたします。今韓国の沈没船の事件、もう呆れ果てますね。もうあれを聞いたときに、ちょっと年が分かるんですけれども、広瀬中佐の杉の尾は伊豆、高杉の尾は伊豆や、ああいう歌ご存知ですかしら。それを思い出したんですよね。日本と本当に違いますよね。全然違う。もう昔から違うし、まあ、下にパネル展がありましたけれども、本当にまあ全然違う。日本は戦争って言ったらやっぱりもたらしいですよね。だけれども、そういうところにおいてもロマンがありますよね。ロマンと美しい物語が残りますよね。この先の大戦の大東亜戦争においても、たくさんの美しい物語、そしてその兵隊さんたちの素晴らしい誠っていう、そういうのや何かが本当にたくさんありますよね。で、そういう国に生まれた私たちは、これをもう確実に次世代に伝えていくという使命を持っていると思います。だから、まあ、自分でできることを少しずつでも頑張っていきたいと思います。そういう中において、そしてこうなんか根こそぎこうやられてしまったようなこう日本の状態、それを目覚め、大きく目覚めさせたのは、もうめちゃくちゃな韓国と中国であったかもしれませんけれども、それの大多数の人たちの中において、こういう本当にもう少ないっていうのが残念でならないんですけれども、皆様がいるっていうことが本当に力ですし、ありがたいなと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは続きまして、日系文化振興会の紹介を、日系文化振興会正しい歴史を伝える会事務局長の矢野浩二より行います。今矢野の体調を当然崩しまして、大丈夫です。日系文化振興会総務理事の森田です。よろしくお願いします。皆さん、忙しい中、講演会のご参加ありがとうございます。日系文化振興会は、日本の文化、そして日本の心です。海外の在留邦人や日系三世、日系二世の方が伝えていくことを目的に設立されました。お持ち帰りとブラジルのお持ち帰りがしたいと、ただ、記念を置いてもない。で、もそうでもない。そういったところへは、来てどうぞ、そうでもない。ただ、フィリピンで台風の被害があったときに、そこから支援物資なんかを期待してます。そういったことを最近はさせていただいております。で、国内を生かして、日本の誇りと伝統文化を取り戻すという発想を、メインにさせていただいておりまして、最近では、歴史検証パネル展、正しい歴史を伝える会社に、各県で小さな団体さんが、そういったパネルを使って、展示会なんかをするということがありましたときに、ノウハウであるとか、人であるとか、そういったところを優遇してあげたりとか、そ
といった活動を、まあ、メインとさせていただいております。おかげさまで3年目になりました。で、現在の日本ではですね、まあ、立ってあったようなこういうその洗い様という日本文化、そういったものが失われているように思います。で、そういった中でですね、あの隣組であるとか、そこした地域とつながりを少しでも思い出すきっかけになっていただければなという思いを私は活動させていただいております。で、そういったその中でですね、危機が起こるとか、例えば地震であるとか、洪水であるとか、他の国だったら一度あの滅亡しそうな、それぐらいの災害を我々100年の間に3回、4回経験しております。そういった中で日本を守る、そして文化を守って歴史伝統を守っていくということは非常に難しいことをやっております。そういったことをやってきた先人の方たちの思いを次の世代へ受け渡し、そういったところも大切にしつつ活動していきたいなと思っております。日本を守るために今回は鉄道十分安全を今回高松で、ね、開催させていただきまして、でまた全国でも展開していく各近代史館までいて、こちらの方にも調査していきたいと思っておりますので、もしご協力いただけることがありましたら、皆さんぜひご協力いただきますようお願いいたします。この日本の文化を守るため、日本の歴史や日本を守る活動を続けていきたいと思っております。ということで大学に入らせていただきたいと思います。続きまして、先ほど名前が出ておりました正しい歴史を伝える会、こちら の会長さんであります鈴木さんからですね、メッセージをいただいております。こちらの方も代読させていただきとうございます。本日はお忙しい中、本当の平和展においでいただきありがとうございます。憲法改正論が高まっている昨今ですが、憲法の話は難しいと感じる方もおいでかと思います。今議論されている憲法問題とは、つまり日本は誰が守るのかという問いに対する答えでもあります。本日教会の正しい歴史を伝える会では、どうやって日本の先人たちが日本を守ってきたかを学び、発信しております。日本は戦後自立史観の教育がなされてきました。例えば、鎌倉時代、元が日本に攻め込んだ原稿はどういうふうに教わったでしょう。日本の武士は、やあやあといちいち名乗りを上げて一人ずつ戦った。これに対し、元の軍隊はドラの音や中断で戦うとドラの音でさっと引く。こういう慣れない戦いのため、日本の武士は苦戦を強いられた。しかし、台風が来て元の船が沈んだため、たまたま日本は助かった。というような自虐ストーリーを教えられた方も多いかと思います。しかし、実際はどうだったでしょうか。日本の武士は元の2万の兵士に対して、たった200機で突撃している。必ず死ぬと分かっているのに、日本人とは何という民族かと元の将軍が当時驚いたという文献があります。そういう鎌倉武士の死をも恐れぬ戦いに、一度は上陸に成功した元も海上の船に逃げ込んで撤退するしかありませんでした。しかし鎌倉武士はその船にさえ夜間小舟で漕ぎ寄せ飛び移り野心を叩きました。元の軍隊は船の中でさえゆっくり眠ることができなかった。そして台風が来て元軍は全滅しました。このように昔から多くの先人たちが命がけで日本を守ってきました。だから日本は植民地になることなく、国を独立国家として存続させておりました。皆様は戦前のアジアの地図をご覧になったことがあるでしょうか。タイはイギリスとフランスが、タイはまだ睨み合っているので、その干渉地帯として植民地にされて残されましたが、戦前のアジアで植民地にならなかった国はこのタイと日本だけです。それでもタイは国土の3分の1を奪われてしまった。つまり無傷の国というのは日本だけだった。戦後70年、日本は望むと望まざるとにかかわらずアメリカの核の下で過ごしてきました。憲法を改正すれば戦争が始まると主張している方たちがいます。では、彼らが平和憲法といって憲法9条という教義を掲げていれば、日本は守れるでしょうか。日本に今も攻め込もうとしている国に、日本に攻め込んできても何も抵抗しませんよと表明したらどうでしょうか。喜んで攻めてくるんじゃないですか。
アメリカが作った戦争放棄のこの憲法は、世界中がそういう憲法に改定するなら、素晴らしいことです。しかし、残念ながらこの憲法を制定しているのは日本だけなんです。アメリカが作ったこの戦争放棄の憲法は、世界中がそういう憲法に改定するなら素晴らしいことなんですが、それも占領期間中に憲法を改正してはいけないというルールに関して、法律の専門家でもないアメリカ人たちによって、たった7日間で作られました。アジアが不安定化している昨今、アメリカが作ったこの憲法から独立国が持つべき憲法を改正しないと、日本は守れません。また攻め込もうとしている国と、条約を結べばいいよと主張する方たちもいます。現状、日本は憲法10条で両手両足をしばらく動けません。これに対し、攻め込んでくる国は核武装をしている。それで対等な条約が結べますか？不可能に近い。不可能です。万が一対等な条約を結べたとして、先の戦争のように不可侵条約を破り、終戦になっているのに攻め込んでくる国だって、攻め込んでくる国だってあるわけです。終戦後になっているのに日本の領土を奪いました。何の咎めも受けていません。世界は子供と同じです。昔も今も力が強いです。強い国が勝ち、弱い国が民族ごと出返しになるかもしれません。日本もそろそろ眠りから覚めないと、ある日突然、周りの国々に分割されるかもしれません。これは夢物語ではない、夢物語ではないのです。ウクライナと同じ危機が今、沖縄に迫っています。自分たちの国を自分たちで守れなければ、それは独立国とは言えません。属国です。植民地かもしれません。日本を私たち自身で守ろうとの主張が憲法改正であり、集団的自衛権容認などです。先人たちの場合、今日と明日の日本に命を懸けて守っていくのは、今、ここにいる、現代に生きる私たちのです。以上、正しい歴史を伝える会会長、鈴木翔子さんが